赤星のりおの入ってねんだよ。今日の放送は第2回リアル野球版全国大会さんの提供でお送りいたします。ということで早速お呼びしましょう。今日のゲストは代打の神様、八木博さんです。はい、こんばんは、よろしくお願いします。で、あと八木さんやっぱり2003年とか、まあ、優勝した年ね、あの代打だけじゃなくてやっぱスタメンもあったんですよね。ああ、そうですか。結構、え、知らなかったんかいな。結構あるのよ。ファースト、いや、それはもちろんファーストやけどね、はい、うん、だってあれ倉敷でしたっけ、4番で、マスカットやね、はい、4番スタメン、ね、いや、めちゃくちゃ打ったんだから、あの試合八木さんが打って勝ったんですから、あの試合。そうだから八木さん結構だから、そう、代打オンリーだったら、うん、多分なんかそういうルーティーンみたいなのって、うんうん、ね、作りやすいと思うんですけど、あの年結構スタメンも何回かあったので、やっぱスタメンと代打ってやっぱ違いますよね。違うけどね、うん、助かるんよ。ああ、うん、やっぱりスタメンで何試合か出て代打続けて、でずっと代打とやっていくとめちゃめちゃしんどくなってくるね。うん、感じがもう全く分かんなくなるから、うん、時々やっぱスタメンで出してもらう方がいいっていうのは多分星野さんは分かってたんだと思うんだよね。あ、吉田さんも分かってたと思うんだよね、うん、野村さんがちょっと分かってなかったかもしれないんだよなあんまりスタメン出てねえんだよ、ほとんど。あ、ちょろっとしか出てないのよ。だからめちゃくちゃ調子をこう作るのが難しくて、やっぱりね、スタメンで試合4打席たまにあった方が調子のバロメーターになって、こう波が小さくていいんだ。うん、だからそれは助かったね。優勝した時もスタメンで何十試合か出てるから、うん、その時はすごく、あ、いい調子のままいけた、うん、そう、知らなかったでしょ。2003年、そう、優勝した年結構八木さんスタメンで、あ、そう、そうそうそう、だからまあ特にあの年2003年っていうのは、まあ浜中が4番でスタートして怪我して、でまあその後から4番っていうのが、まあ檜山さんが打ったりとか、まあいろいろこうちょっと4番だけがなんかこう固定できずに、そう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 、まあ行ってた年だったんですよ。だから八木さん4番、八木さんがスタメンの時は八木さんが4番で行ったりとか、結構そういう試合も多かったんで、僕だからすごい印象残ってますよ。そうなんですよ。まあそんな八木さんがね、まあ阪神でこれだけ代打の神様と言われて阪神一筋で来られた方ですけど、先日ね、うん、ビッグニュースというか、まあビッグニュースというか、まあ僕も結構驚きましたし、まあ日本ハムの会長も驚いた。正直どうなんですか、仲があったんですか。全然ないよ、それは。もう全くない。その新庄君が監督だとはひょっとしたらとかなんか言うてきようちゃうか。いや、それはないと思ったもん。うん、それはないと思った。実際に新庄さんとはどうだったんですか、うん、現役時代って。まあ新庄があのデビューした頃から、まあ私もプレーしてたし、うん、で結局10年ぐらいやってんだよね、一緒にプレー、はいはいはい、阪神でプレーやってるので、まあ新庄がいい時も、まあ、悪い時も知ってるんで、うん、でたまたまロッカーが近くだったの、隣だったんだよ。へー。で古いロッカー、古い時のロッカーで、で俺と新庄と和田さんと、こう新庄和田さんに挟まれてたんだよな。わお本人は嫌やったって今言ってたけどでたまに調子悪い時とかバッティングの話を少ししてたのはしてたんだよね。うん、だそれだけだよ。でもバッティングの話を少ししてたというだけ。ああ、食事はたまに行ったよ。あ、うん、たまに行ったけども、なんかその写真もな、この前見たけど、あの分かったわ、みんな若かったわ、写真見るとひどいなあれ写真、昔のなんかネットに出てるらしいんやけど、それを俺と新庄とで吉田博史と今岡4人、おお、すごい、この顔でめちゃくちゃ顔が、会場でこう行こうかって、なんか誰かのあれで行こうやって、北海道ちゃうかな、あ、行こうやってなった写真やと思うんやけど、はっきり分からんけど、だその辺でまあ食事もまあ何回かしか行ってないし、ほんで急に電話かかってくるし、俺はてっきりもう臨時講師だと思ったね。はい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 、うん、臨時講師で、八木さんちょっと2月来てくれませんかと、うん、去年ちらっと言ってたやん、今年か、今年、はい、今年臨時コーチのか、はい、形で
チャンスに弱いからとか、代打が全然打たないからとかで言って、じゃあ誰かな言ったら、八木さん、名前出てますよね、檜山さん、出てました、出てました。それ言ってたんで、うん、それで、また阪神かってなったから、これはないなと思ってたし、うん、で、まあ、たまたま今年電話あったから、あ、臨時コーチやなと思った。え、それ新庄の電話番号知ってあったんですか？これが、はい、いやいや、知らない。それは、受ける人がちゃんといたから、中継する人が。わ、うん、かりますか、誰か。え、誰だ、吉田博士。違う違う違う。違う違う。まあまあまあ、近く、まあな、ありそうな話だよな。いや、違う。山田さん違う。誰やろ。いや、でも今、ええとこね、山。そうそうそう、ええとこ、ええとこ。みんなええとこ。つながるとこやな。つながるとこやわ、うんうん。まあまあ、選手はないから。あ、もともと選手だけど。そう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 。そうそう。うん、そこからこう。そうそう。矢さん、新庄が話があるそうですって言うから、何やねんと。電話番号教えていいですかって、それ全然いいよ、言って、うん。まあ、新庄自体がもう、俺、新庄って言っていいんかな。まあ、まだまだまだ。え、いいんじゃないですか。ボス。いや、もう今年からビッグボス登録じゃないですか、ね。いや、なんか、ボスって言わなあかんらしいよ、なんかね、ボスって。これうん、ビッグボスなんかやビッグは使わなくて、ボスって言うらしいんだよ。ああ、そうです。いや、まあ、まあ、今日はええ。まあ、今日は、まあ、まあ、ええかな。はい。うん、まあ、今年はないです。どんな判断で、もう、普通にその電話かかってきて。そうそう、電話で、もう、バッティングコーチを、だからシーズン、来年、お願いしますっていうことを言うから、うわ本ちゃんかって言ったら、そうです。バッティングコーチお願いします。若い選手も多いし、うん、すごく期待外があるし、力が必要なんですって言うから、えらい丁寧に言うからね、らしくないなと思ってね、もうちょっとなんかザックバランに言うかなと思ったら、すごい丁寧に言うから、あ本気やなと思って、まあまあ、まあ、気持ちはね、それはもう、それ言われた時点で、もう断る選択肢はもうないので、うん、もう絶対もうやらなきゃいけないと思ったし、うん、それはもう光栄やんか、そら、そんなもん。そうですね、そんな俺に声かけてくれるなんてね。うん、だからそれでもうすぐは返事しなかったけどね、一応。一応その場はじゃあちょっと、みたいな。ちょっと待ってくれるかって。はい、いろいろ考えもしないけど考えるから。いや、でもそれ絶対ありますよね。あるよ、絶対な、ね。ちょっともったいぶるっていうか。そう。じゃないと、はいはいはいやる、はいやるって言ったら、ちょっとあがいやろ、ちょっと。飛びついたみたいな、ね。そうそう。待ってましたみたいな、ダメやろ。だからそれだからちょっと1回3日ほど置こうかなと思って置いて、まあそうだけじゃないやん、俺も一応相談する人とかさ、そうですよね、いろんなことが根回しあるやんか、はい、一応ね、うん、それをちゃんと確保じゃないわ、ちゃんと根回しして、うん、ちゃんとやってから返事をしようと思ったから、ね、3日後に電話して、うん、やりますと、はい、その時の新庄さんの反応は、ああありがとうございます、あ絶対いい球団ですので、僕が言ったら全て通りますから、日本ハムは何でも通りますから任せてください、何でも言ってください、はあ、まあ僕去年ね臨時コーチで行かせていただいたじゃないですか、はいはい、いやでも多分本当に八木さんも行って多分驚かれると思うんですけど、まだね正直未完成な人が多すぎるんですよ、選手が。だからまあ僕は走塁とかね、で、しまいに新庄さんが赤星、バッティング教えて、赤星君、バッティング教えてくれみたいなこと言われて、うん、いや、僕、バッティング教えていいですかみたいな、だからもう本当にね、バッティング、赤星君みたいなタイプもいっぱいいるから、ちょっと教えてってくれって言って、まあ、ちょっと教えたりもしたんですけど、もう本当に、ちょっとやったらめちゃくちゃ伸びそうな選手がめっちゃ多いんですよ。だから多分、八木さん行かれたら、八木さん、多分楽しいんじゃないかなと思って、それぐらい結構、生きのいい若手というか。ちょっと一つなんかいじったら、いじるって言い方おかしいですけど、アドバイスしたら、化けるんじゃないかなっていう選手が、であと結構触れる選手多いんで、バットを、うん、強くね、うん。だからそれを考えると、やっぱ八木さん行かれて、これ、うん、だから日本ハムというチーム自体がね、若いチームなんで。会場では行かれたでしょ、ああ、週キャンプね。まあ3日しか行ってないけども。3日だけですけど、まあ顔と名前が一致せんなこれまた日本ハムになると、これ清宮と万波と野村、はいはいはい、
で、まあ、上川畑は岡山出身だから、上川畑は知ってたから、はいはい、あ、いいけど、で、まあ、磯畑と、磯、はい、うん、そのあたりはしたけど、あとはちょっと、あれこれ誰やと。結構ね、なんか似てる子も多いんですよね。うん、なんか同じようなタイプの子が多いから、顔と名前も、顔が一致する、一致しないっていうか、うん、はい。八木さん、まずそっからですね。ほんで、またスタッフも全然わからんや。ああ。まあ、スタッフはいいけど、ピッチャーも全然わからんのよ。はい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 。今回、秋季キャンプ行って、分かったのは吉田輝生だけや。はあ、あ、そっか、でも主力が。主力行ってないから。うん。上沢君とかいない、ね。そうはいないからね。はいはい、主力は行ってないから、もう吉田輝生だけで、あれ他誰も知らんなと思って。これまずいと思って。でもまあ、フレッシュだからいいですよね、なかなかね。最後にですね、はい、まあ、来年から、まあ、こうやって日本ハムのコーチになれるということで、うん、まあ、ちょっと抱負というか、うん、はい、ちょっと。抱負はね、我々はやっぱり数字だと思うんだよね。まあ、具体的な数字っていうのは必要なんだよね。うん、で、今年日本ハムは打率が2割3分4厘だった、チーム打率が。はいはい、これを2割5分にしたい。うん、これね、パリーグ2割5分打ってるとほとんどないんだよ。そうなんですよ、ね。ほとんどない。ピッチャーがいいから打てないんだよ、あんまり。今年めちゃくちゃ投高打低だったんですよ、ね、うん、はい。だからこれ2割5分にするという、具体的な数字2割5分。うん、で、今年日本ホームラン数が、総ホームラン数が100本なの、うん。きっちり100本だった。はい、これを150本にする。おで、得点がね、443だったかな。440何本だったね。それを100点プラス、うん、500チーム得点を、はい、550にする550、うん、そういう目標を立てました、うん、まあ、具体的にもう球団でも言ってるあるんです、言ってません。まあ、まあ、初だし、八木さんのその気持ちの頭の中のことですよね、これはね、うん、はい、まあ、これは数字っていうのはプロ野球の中にいる人は絶対に数字って、うん、まあ、大事なことなんで、これはもう選手にも目標の数字を全部言ってもらうというようにしますね。うん、はい、うん、まあ、でもなんか今すごく明確な目標を言っていただきましたけど、でも2割3分4厘を2割5分にするって、なんか数字だけ見たら意外といけそうな感じするじゃないですか、普通に見たら。これ結構大変ですよね、うん、大変大変。だから1部6人か、チームとして1部6人上げなきゃいけないっていうのは、うんうん、逆に2割5分チーム打率が2割5分ないと優勝できないよ。ああ、確かに今まで見ててもそんな2割5分ないチームで優勝したチームってこともないんだよね。うん、でね、やっぱり勢いつけるためにやっぱり打たないと勢いつかない部分も当然あるから、やっぱり打って優勝っていうわけじゃないけども、うん、最低2割5分ないと優勝はできないとは思うね。うん、うん、なるほどね。まあ、でも本当にね、明確な八木さんの目標がもう2割5分、550打点、うん、150本、550得点、うん、で150本ホームラン。ちょっと来年ね、まあ、これで八木さんが達成できなかったら、うん、八木さんそれまでですね。それまでが、これ懺悔に来るから、ラジオの懺悔に。そう、オフにね、帰ってきた流れで、流れでもう全部データを、資料を出しといて、八木さんの前に突きつけて、流しながら、八木さん1年間お疲れ様でしたって言いつつも、反省をしてもらうか、もしくは、ほら見ろって。やった、言うかね。達成するときにはもうそれこそ優勝争いしてるっていうことです。もちろんもちろん、うん、まあ、それぐらいじゃないとやっぱりできない、うん、どのパリーグのチームよりも全部上だからね、それは、うん、いや、でもなんか本当そうやって明確な数字言っていただけるとなんかすごく分かりやすいし、ね、まあ、なんかちょっと僕らも見る側としてね、そうそうそう、うん、なんか楽しみができたので、ね、うん、まあ、本当に八木さん、阪神の大先輩ですけど、うん、まあ、ちょっとね、日本ハムというちょっとね、ね、うん、チームで、はい、うん、素晴らしい選手を育てられるのを僕らも期待してますし、ね、応援してますんで、寝れない日も続くと思うけど頑張るわ。そうですね、うん、はい、本当に来年からまたちょっとね、環境も変わるんで、うん、体にだけは気をつけて、はい、頑張って、で、あとやっぱりオフにまたぜひ戻ってきていただいて、はい、いいですか、はい、懺悔かオーラミロかどっちかね、やっていただこうかなと思いますんで。わかりました。はい、また来年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張ってください。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。